おいおい、マジでいい加減にしてくれよ。どうしたの？今日はさらに荒れてるみたいだけど。中国だよ、あいつらは。トイトイ海洋だけじゃなく空まで荒らしてきやがったぜ。確かにここ最近、日本の尖閣諸島海域への中国公船の侵入行為がエスカレートしていってるけど、2021年2月には、南シナ海上空の日本の領空にも侵入して、日本政府に対して自国領域であることを、一方的に主張したんだ。勝手に他国の領空内に侵入して、自国のものだと主張する中国という国は、わがままな子供みたいだね。ほんとだぜ。大体あいつらが、ちょっかい出してるのは日本だけじゃないしな。アジアの周辺各国に同じような挑発行為をしてるんだよ。そうだね。台湾やインドネシアあたりもやられてるよ。まあその中でも日本に対しては頻度も多いし、やってることも大胆なんだよね。日本が舐められてるってことなのかな？それもあるだろうね。中国は勝手に自国の領域を主張して、逆にこちらに文句を言ってくるから本当に質が悪い。それじゃあ、これまでの中国のわがままな主張や行動を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。報道などで頻繁に耳にしてると思うんだけど、最近でも相変わらず日本の尖閣諸島海域を中国の船が侵入行為を続けてるんだよ。その侵入行為はどんどんエスカレートしていて、2021年2月には中国が自国領だと主張している南シナ海上空への無断飛行までしたんだ。本当に一方的だよな。そんなこと勝手に主張してたら領海の領空もあったもんじゃないな。中国は南シナ海の約 80% の海域を自国領だと宣言して日本だけじゃなく周辺国とも、いさかいを起こしてるんだ。中でも、ミスチーフ省上空を海上自衛隊が無断で飛行したと逆に難癖をつけてきたんだよ。そこは中国の領空じゃないんでしょ？そりゃそうだよ。日本の自衛隊が領空侵犯なんて犯すわけないだろ。中国が勝手に決めた領空ってことだよな。その通りさ。中国に指摘された航空機は海上自衛隊の対潜哨戒任務に従事している P3C 哨戒機のことなんだけど、実は同じような指摘は2018年にも中国側から日本に行われたんだよね。その当時も日本は中国の領有の主張を認めていなかったから、反応せずにいたんだけど、同じようなことで二度目の非難を中国側から浴びることになってしまったんだ。でも、一度目の時に日本側が中国の指摘に対して何らかの反応を示したとしても、二度目でも同じように難癖つけてきたと思うぜ。うん、僕もそう思うよ。中国ってそういう国だもんね。そうだね。さすがに二回目の時は当時の岸本防衛大臣は記者会見で、海上自衛隊の哨戒機の飛行行動は国際法に照らした上で適法であると堂々と宣言し、そうそう、それでいいんだよ。中国に対してはそれくらい強気でいこうぜ。もちろん中国の他国への領域侵犯に関しては他の国も黙ってはいなかったよ。南シナ海に関しては定期的に米海軍が所属艦艇を派遣する航行の自由作戦が行われてることが有名になったけど、2021年にはフランスの攻撃型原子力潜水艦も航行を明言したんだ。そして、イギリス海軍も最新鋭の航空母艦であり、F-35 ライトニング戦闘機を艦載するクイーンエリザベスの極東派遣を明言し、2021年9月に神奈川県横須賀市の米海軍横須賀基地に寄港したんだ。なるほどな。アメリカやヨーロッパ諸国が海上へ行動することで、中国の南シナ海や周辺海域への進出を牽制するってことだな。でも、それが中国に対してどれくらい有効かはわかんないな。そうなんだよね。相変わらず中国は南シナ海への進出を進めていて、同海域の南沙諸島周辺に7カ所の人工島を完成させて、その人工島の設備を日々強化し続けてるんだよね。南シナ海の海域の争点になっているミスチーフ省を含め、中国が南沙諸島に勝手に作った人工島の建設は2014年頃から始められたんだけど、たったの2年足らずで7カ所の工事を完成させたんだから驚きだよね。2年で7カ所も、すごい。感心してる場合じゃないだろ。その工事はミスチーフ省と同じような干渉帯が多くを占めてるんだけど、満潮時には海面に沈んでしまうような暗礁帯だったんだけど、これを強引に埋め立てて瞬く間に人工島を完成させて、実効支配させてしまったんだ。特に今回、問題視されてるのは3カ所の人工島で、この3カ所には大型の旅客機が着陸できるほどの大規模な滑走路が整備されていて、戦闘機から爆撃機までほとんどの航空機が運用できるようになってるんだ。
それだけじゃないよ。人工島には色々な施設が建設されていて、軍事施設はもちろんなんだけど、民間施設などの多種多様な施設まで建設されてることが確認されてるんだよ。人工島の中にはもちろんだけど軍用艦艇を含む港湾部の建設もされてるそうだよ。航空戦力だけじゃなく海洋の軍事拠点としても脅威になることは疑う余地もない話だよね。なんで軍事施設だけじゃなく民間の施設まで建設したんだろうね。人工島にまで民間施設はいらないんじゃない？そこが中国の狡猾なところだよね。人工島の整備を進めてることは明白なんだけど、あえて軍事施設だけに限定せずに、民間の施設を設置することで、敵からの攻撃を避ける狙いがあるんじゃないかと言われてるんだ。本当に頭が良いのか悪いのかわかんない国だな。あとは、軍事施設、民間施設以外に気象観測施設も建築されてる。それと灯台も建設中らしい。このような施設に民間人を配置することで敵に攻撃させにくくしているみたいだね。軍事専門家の予測では、民間人を装って軍人も入れているって話だよ。本土の通信部と連絡を取り合うための、通信部隊が送り込まれている可能性は高いよね。確かに、領域を無視して建造した人工島で軍事施設だったとしても民間人がいる以上は、国際的な世論なんかを考えたら簡単に攻撃はできないよな。軍事施設だけをピンポイントで狙う攻撃もできるかもしれないが、民間人が犠牲になってしまう可能性は高いもんな。よく考えたもんだぜ。アメリカの精密な軍事兵器ならピンポイント攻撃もできるだろうけど、民間人を巻き込んでしまったら非人道的な行為として世論は騒ぐだろうし、もう攻撃はできなくなり、中国の人工島建設はさらに歯止めが効かなくなるからね。民間人を盾にするようなやり方でなんか汚いよね。あとは民間人を巻き込む可能性がある遠距離攻撃ではなく、特殊部隊を人工島に送り込み民間人を一時避難させてから攻撃するという手段もあるだろうけど、そこは中国もわかっていることだから、何かしらの対策は打ってくるだろうね。いろいろ考えたらキリがないんだけど、いろいろな可能性を考慮すると、中国とアメリカが軍事衝突するような事態になった場合南シナ海周辺が最有力になるね。こうなると、今現在は、軍事戦略的に中国の方が一歩リードしてると考えられるよね。韓国の竹島選挙もそうだけど、先に立候補支配した方が圧倒的に有利みたいになってるな。韓国も中国もやり方が卑怯だよ。こんなことばかりやってたらいつか戦争になってしまうんじゃないかって心配だよ。そうだね。他国の領域を侵すということは侵略行為と変わらないからね。このような身勝手な行為が戦争の引き金になることは十分にあり得る話だ。アメリカ対中国ということになれば、第三次世界大戦に発展しかねないよね。絶対にあってはならないことだもんね。どこかの国が軍事行動を起こす前に、この問題が解決することを願うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれてありがとう。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